コンビニこそ真の神だわ。買い込んだね。そのコンビニでも富士電機の製品が活躍してるのはご存知？神&神じゃん。コンビニチェーン各社は今 CO2 削減に向けて店舗の省エネを進めている。お店の数もすごいしね。その実現をサポートするのが富士電機。どうやって？まずは冷蔵ショーケースのエアカーテン。エアカーテン？おにぎりとかの棚って商品を取りやすいように扉がないよね。うん。でも実は風の流れをコントロールする空気のカーテンがかかってるの。そうなの？ショーケース内の冷気を無駄に逃がさないようにしていて省エネなのよ。わー、It's cool! そして2つ目は店舗コントローラー。各設備の運転を最適にコントロールして省エネを実現しているの。ほう？朝の混む時間帯や人が少ない深夜などコンビニ内の温度は常に変化している。さっきのエアカーテンだって多くの人が商品に手を伸ばせばショーケースの温度は変わっちゃうよね。確かに。そこで店舗コントローラーが店内の複数の温度センサーと連携してショーケースやエアコンのエネルギーを節約しながら賢く運転してる。食品の品質や鮮度を保ちながらお客様も快適に過ごせるようにね。僕より神かも。もう一回コンビニ行って確認してくる。また行くの？電気を自在に操る技術で環境に貢献しています。パワーエレクトロニクスを社会の力に優しさに。富士電機。